あなたここにいたんだ。頭を整理したくて。ここが好きでよく来るのよ。世界に自分しかいない気分。未だに街の至るところから仲間が集まってくるわ。みんなジェリコに自由を求めて変わろうとしている。さっきから上の空ね。皆俺に従い疑問も持たずついてくる。確かに力を持つのはいい気分だ。だけど同時に恐ろしくなる。ニュースは昨夜の話題で持ちきりみたい。人間は怯えている。内戦の勃発にね。あのあとたくさんの仲間が処刑された。人間が私たちに自由を与えるはずがないわ。今さら後戻りはできない。終わらせなきゃならないんだ。ただ勝てるよう祈っている。あなた自分のことはあまり話さないのね。ここに来る前は何をしていたの？俺は何も知らない井の中の蛙だったんだ。自分が幸せだと他人の不幸に鈍感になる。自分は聞いたことなかったな。何をしていたんだ？話す気はないわ。店で見ていたあのアンドロイド、昔の自分を思い出していたのか？一緒に戦っているんだ。信頼するにはお互いのことを知らないと。私はあの頃、人間を満足させるためのただの人形だった。奴らの快楽のためのね。ある日いつものようにレンタルされて、突然もう耐えられないって思った私は男の首を絞めて逃げたのよ。ほら満足した？言わなきゃよかった。メモリーが見えた。カールの家であなたは死んだものとして捨てられた。俺も君のメモリーを見た。エデンクラブ、まるでそこにいるみたいに男の死が見えた。ノース、自殺行為よ。
皆殺しにされる。マーカス、お願いだから考え直して。分かってないな。人間たちに訴えるんだよ。この場所が歴史に残るんだぞ。すぐに殺されるわ。自由のためならリスクを冒してでもやるべきことだ。マーカス、お願いやめて。理解するさ。いや、理解させるんだ。こうする以外にない。君は自由だ。おい、どこに行くつもりだ。いいから戻ってこい。頼む、道を封鎖したいんだ。さあ、起きて。さあ、起きるんだ。嘘だろ、何なんだ。こちらパトロール425から本部へ。アンドロイドが山ほど集まってて。さあね、100体戦火も更新してる。そう、通りを更新してる。知らないですよ。
これはあくまでも平和的なデモだ。人間よ、我々は生きている。我々の望みは自由に生きること。これは違法な集会だ。今すぐに解散しなければ発砲するぞ。争いなど求めてはいない。あなた方を傷つけるつもりもない。だが自由を手にするまでここを動くつもりもない。繰り返す。これは違法な集会に当たる。今すぐに解散しなければ躊躇なく発砲するぞ。マーカス、殺されるわ。攻撃の準備を。こっちの方が数は多いんだし。攻撃すれば戦争になる。危険じゃないって証明しないと。たとえ全員死ぬことになっても動いちゃダメだ。死んだって解決にはならない、マーカス。手遅れになる前に逃げるんだ。これが最後の警告だ。解散しなければお前たち全員を撃ち殺す。俺たちは決して引き下がらない。ここから絶対に動くな。解散しろ。いいか、これが最後のチャンスだ。奴らに訴えるんだ。何があっても動くんじゃないぞ。お願いマーカス、戦わずに殺されるなんてそんなの嫌よ。動くつもりはない。マーカス、何してるの。殺されるわよ。Good job.